はい、皆さん、こんにちは。最近ちょくちょく DM で僕のモノマネが送られてくるんですけど。はい、皆さん、こんにちは。はい、皆さん、こんにちは。こんなん送られてくるんですよね。あ、ちゃんと許可もらってます。こんなシンプルな挨拶でも真似てくれてありがたいですよね。みんなもやってたら、送ってくれたら、誰が一番似てるかコンテストでもやるので、くだらないですけど。今日はですね、皆さん大好きすぎるユーマの回です。間違いなく一番多いリクエストです。ただ今日紹介するのは、ユーマというよりかは、なんか宇宙人というか、まあ、とりあえず未確認生物ですね。若干怖い演出があるかもしれないので、気をつけてください。早速一つ目は、Flatwoods Monster。ウェストバージニア・ブランクトン。1952年9月12日。UFO が墜落したとの目撃情報がありました。目撃したのは、エドワード、フレッド、トミーの3人。3人は慌てて、メイお母さんにそのことを話して、墜落したと思われる丘の上まで行ってみると、そこには、大きな火の玉が飛んでいて、目と鼻がやられるほどの異常な臭さが漂っていました。そしたらその現場から少し離れたところに、2つの光が見えたので、懐中電灯を照らしてみると、突然、プシューッと音を立てて、身長3メートル以上の目が光ってて、赤い顔、スペードのエースのような頭、そして爪のような手つきをした生物が浮上して彼らをめがけて襲ってきたようです。メイお母さんはここで油のような液体をかけられています。パニックに陥った彼らはその現場から逃走して警察に連絡しました。目撃後、子供たちの具合が一気に悪くなって、慌てて病院に連れて行ったところ、医者曰く彼らはマスタードガスという硫黄成分を含む化学兵器による症状と似た状態になっていました。報道陣や警官が現場に到着した頃にはそこには誰もいなかったんですけど、ただ金属とプラスチックの欠片が落ちていたそうです。あとはまあ油ですね。その落ちていた欠片が何だったのかを軍のエアフォースに調査してもらうために引き渡したんですけど、結局返事はなし。その後、メイお母さんのところには、レポーターだと名乗る二人組の男性が訪れて、現場を案内してあげたら、高級なスーツを着てそうなのにもかかわらず、油まみれになって森の中を探索していたそうです。この事件に関しては、これだけではなく、その地域の他の住民にも不思議なことが起きていました。ある女性は、UFO が墜落する一週間前に、このフラットウッドモンスターを目撃したと証言していて、同じように、あまりにも臭いので、約3週間入院していたそうです。そして事件当日の UFO が墜落したと思われる時刻には、何人かの家で地震が起きたかのような振動がして、ラジオが45分間使えなかったらしいです。また事件の翌日に、あるカップルがその付近をドライブしていたら、突然車が動かなくなって、故障かと思って外に出てみると、そこには下半身がフラットウッドモンスター、上半身がレプテリアンの生物がいたらしいです。こんなんカオスかよ。このパニック騒動が街中に広まり、なんと全米の新聞でも報道され、フラットウッドモンスター目撃の2ヶ月前には、あの有名なワシントン UFO 乱舞事件があったことから、そのことに関連づけて、さらに UFO ブームが巻き起こりました。その後、ゲームに登場するぐらい有名なユーマになったんですけど、結局この事件は何だったのか。まあ、超常現象調査団が調査したところ、UFO かと思われたのは、おそらく隕石じゃないかと結論づけてます。その事件があった日に、メリーランド、ペンシルベニア、そしてウェストバージニア州から目撃できる隕石が落ちたらしいです。また、フラッドウッズモンスターは、フクロウの見間違いだと。目が光ってて、スペードの頭、爪のような手は、フクロウが木に止まっている様子で説明できると。こんな感じで。まあ、確かに似てるかもしれないですね。UFO が落ちたと思って、興奮した状態で目撃したので、勘違いしたと。とはいえ、それでも説明のつかないことはたくさんあって、事件後の子供たちの異常な体調不良。まあ、これは恐怖のあまりってことで関連付けはできますけど、あと現場に落ちていた謎の部品、一周、レポーターが調査した時に体に付着したオイル、そしてその後調査した結果ではアメリカで116件の目撃情報があったようです。結局フラッドウッズモンスターは何だったんでしょうか。この有名な絵ですけど、皆さんどう思いますか、この見た目。僕なんか苦手なんですよね、このモンスター。なんか気持ち悪くないですか？スペードの頭とか意味わからないですし。動物以外で考えられるとしたら、まあ、政府の実験とかがですかね。わからないですけど。続いての未確認生物は、メロンヘッド。
これはアメリカミシガン州の都市伝説です。ミシガンのフェルトマンションというところに強制収容所がかつてあったと言われていました。そこの収容所には水遁症という髄液が頭に溜まり、脳室が通常より大きくなってしまう病気の子供たちの面倒を見る場所でした。医者たちはいろいろな過酷な実験を行っていたんですけど、子供たちはその実験に耐えられず、医者を殺害して収容所から逃げ出し、森の中で放浪していました。実験の影響で免疫がついていたので、かなり凶暴になっていたらしいです。そこでメロンヘッドは通行人を捕まえて、人間を食べて生活していたといういかにも嘘くさい話なんですけど、これはミシガンのテレビで今でも放送するぐらい有名な都市伝説なんだそうです。あと、実際にフェルトマンション付近は心霊スポットで有名です。なぜこの話が広まったか実際はわからないんですけど、説としては、フェルトマンションはかつてカトリックの学校として使われていたので、非常に頭のいい生徒がいたことで、周りの人たちが彼らを頭でっかちだと差別的に批判するようになって、メロンヘッドというあだ名がついたとか、前にも言いましたけど、僕がアメリカで通っていた小学校は山の上にあってアジア人が非常に多かったことからモンキーマウンテンって呼ばれてましたからね。同じようなことですかね。まあメロンヘッドが存在してたという証拠はほとんどなく、様々な噂が語り継がられた感じなので、信憑性はめちゃくちゃ低いですよね。なんで話題になったのかもわからないです。最後の未確認生物はマースマン。モスマンが最初に目撃されたのは1966年、ウェストバージニア州、またウェストバージニア。5人の男性たちが墓地で穴を掘っていた時に人型の何かが頭上を飛んでいたというのが話題になりました。それから3日後に4人の若者がポイントプレゼントの夜道を運転していたら、突然目の前に大きさ約2メートルで目が赤く翼の生えた人型生物が現れました。ビビった4人は全速力で車を走らせて100キロ近く出していたにもかかわらず、モスマンは余裕余裕って感じで追いかけてきたそうです。途中でモスマンの姿が見えなくなったので、鳥かなんかの勘違いかなと思い、また目撃したあたりに様子を見に行ったら、今度は確実に人型で翼の生えた生物を見たらしいです。その後モスマンは飛んで行って姿を消しました。若者4人はこの体験が相当恐ろしかったらしく、一人の女性は病院に行かなきゃいけないぐらい精神的にやられてしまったらしいです。警察や報道陣が調査に出たんですけど、手がかりとなる証拠は見つからず、ただその後、ポイントプレゼント付近では約100件以上の目撃情報が相次ぎました。ちなみに何人かの目撃者のところには、メンニンブラックが訪れていたとも言われています。ただある事件からモスマンの目撃が一気に途絶えました。シルバー橋の崩壊。1967年にポイントプレゼントにあるシルバー橋が崩壊し、46人が死亡するという事故が起きてしまいました。実はこの事故直前に、シルバー橋ではモスマンが目撃されていたんですね。モスマンは実は世界中の事故現場で見られることでも有名なんです。例えばチェルノブイリ発電所の事故や911、ミネソタ橋の崩壊などと。なのでモスマンは死神的な存在か、あるいは何かしら事故が起きることを教えてくれてるんじゃないかとも言われています。説としては鶴とかフクロウじゃないかとか。またフクロウ？イルミナティ？まあ何らかの鳥じゃないかというのが一番有力なんですけど、今でも謎なんです。目撃した人たちはみんな本当に怯えた様子を見せているので、本人たちは至って本気なんですよね。そして2018年の今でもアメリカを中心に目撃情報があって、ヒューマノイド型の何かが飛んでいると。モスマンって見た目的にはめちゃくちゃうさんくさいですけど、意外にも謎の多いちょっと不思議なユーマなんですよね。僕ほとんどユーマは信じてないですけど、モスマンはまだちょっと面白い方かもしれないです。以上が未確認生物でした。モスマンって完全に映画のジーパーズクリーパーズですよね。めっちゃ懐かしい。ユーマって未確認生物って意味ですけど、やっぱ最初の人が見間違えて、それが広まって話題になっちゃったって感じなんですかね。まあチパカバラとかは政府の実験説ありますけど。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。